アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、敵地で行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に、2番指名打者として先発出場。大谷選手はこの試合、内野安打と2つのフォアボールで、3打席連続の出塁をしましたが、エンゼルスの勝利には、つながりませんでした。エンゼルスは、初回の5失点が重くのしかかり、6年ぶりの悪夢の10連敗に。最大で11あった貯金が、ついになくなってしまいました。フィリーズの先発は、昨シーズン14勝を挙げて、奪三振王のタイトルを獲得した、ウィーラー投手。大谷選手は、ワンアウトランナーなしの場面で回ってきた、初回の第1打席、ウィーラー投手が投げたスライダーに詰まらされ、ボテボテのショートゴロとなってしまい、アウトと判定されました。しかし、大谷選手が俊足を飛ばして、間一髪のタイミングだったために、エンゼルスのベンチがチャレンジを要求。アウトの判定が覆り、セーフとなりました。これが大谷選手にとって、3試合ぶりとなるヒット。2アウトになった後、4番のウォルシュ選手の打席の時に、大谷選手は、2塁への盗塁を試みましたが、アウトになってしまいました。ワンアウト1塁という状況で回ってきた、3回の第2打席は、フォアボール。エンゼルスが4点をリードされて迎えた、5回の第3打席も、ワンアウトランナーなしという場面で、フォアボールを選び、2アウト後、ウォルシュ選手のタイムリーツーベースヒットで、1塁から俊足を飛ばして、ホームインしました。3打席連続の出塁で迎えた、7回の第4打席は、相手の2番手の投手である、ハンド投手の前に、ファーストゴロでアウト。この日の大谷選手は、2打数1安打、2四球1得点という結果でした。エンゼルスは、2番の大谷選手が3出塁、4番のウォルシュ選手が、2本のタイムリーヒットを打って、2打点をマークしましたが、勝利を挙げることができず、泥沼の10連敗を喫し、ついに貯金がゼロになってしまいました。最大で11あったエンゼルスの貯金が、3週間ほどでゼロになり、アメリカンリーグの西地区の首位を争っていた、アストロズとも、7.5 ゲームもの大差がついてしまいました。エンゼルスの苦しいチーム事情を象徴しているのが、主砲であるトラウト選手の、深刻な不振です。エンゼルスが連敗に突入するまで、打率3割2分8厘、12本塁打と、絶好調だったトラウト選手ですが、23打数連続ノーヒットの大スランプに、トラウト選手自身が2018年にマークした21打数連続無安打という記録を大幅に塗り替えてしまっています。さらに、エンゼルスの投手陣も崩壊状態になっています。この日先発したのは、ここまで5勝と、エンゼルスの先発投手陣の中では、一番安定していた、ロレンゼン投手でした。しかし初回に、相手のリアルミュート選手のツーベースヒットを含む、4安打4四球と大乱調で、初回にいきなり5失点。2回以降は、立ち直ったロレンゼン投手でしたが、初回の大量失点が、最後まで重くのしかかり、10連敗を喫してしまいました。アメリカのメディアである、ジアスレティックなどに寄稿している、ブレント・マグワイア記者は、エンゼルスは過去10試合で、初回に15点も与えてしまっている。こんな状況では、勝利を挙げることなんてできないと、エンゼルスの投手陣の崩壊状態を伝えました。試合後に、エンゼルスのマドン監督は、私たちの努力が足りていないわけではないんだ。だからこそ、私はイライラしている。打線がまず機能していないし、守備も以前ほど、シャープなものではなくなっている。特にトラウトは、打つべきボールを捉えていない。我々が苦境に直面している要因も、そこにあると思う。10日前までの我々は、最高の気分だった。今は、現在の状況を適切に読んで、一刻も早く対処しなければならない。大谷はここ5試合、ホームランが出ていないけど、打つべきボールを打っているし、ボールもよく見ていると思う。今日も2個、フォアボールを選んでくれたしね、と話しました。エンゼルスが初回に5失点した時から、中継を見ていたファンからは、もうマドン監督は、解任すべき。この悪い流れを断ち切るためにも、
マドン監督を解任しろといった声がたくさん上がりました。現在は試合が終わった直後なので記者や評論家からはそういう声は聞こえてきませんが、ツイッター上などではマドン監督の解任論がささやかれるようになっている状況です。実は昨シーズンの途中にもマドン監督はエンゼルスの監督を解任されるのではないかと言われたことがありました。昨年のエンゼルスは7年ぶりの地区優勝を目指して戦っていました。しかしその計画は早々に崩れてしまい、首位のヒューストンアストロズとは 12.5 ゲーム差と大きく水が開けられてしまったのです。アメリカンリーグのワイルドカード争いにも加われなくなったエンゼルスはプレーオフ進出の可能性がほぼゼロに等しくなってしまいました。そんな状況の中、67歳のジョー・マドン監督に対する風当たりがとても強くなっていきました。2020年のシーズンからエンゼルスの指揮を執っているマドン監督は昨シーズンも豊富なタレントを生かせず、チームの成績はとても散々なものに、1190万ドル約13億900万円とも言われているマドン監督の年俸はメジャーの監督の中でもトップクラス。このようにマドン監督の年俸がメジャーでトップクラスであることも相まって、一部のファンや指揮者の間からマドン監督を解任すべきだという声が上がってきたのです。しかし情状酌量の余地もあります。確かにマドン監督はシーズンの当初から投手陣の立て直しに失敗したのは事実です。しかしマイク・トラウト選手とアンソニー・レンドーン選手、それからジャスティン・アップトン選手といった主力の選手たちが軒並み怪我で長期の離脱をしてしまったのは間違いなく誤算でした。そうしたチーム状況を踏まえてマドン監督の解任に異論を唱えるメディアもありました。アメリカのスポーツ放送局であるフォックススポーツでアナリストを務めているゲン・ローゼンタール記者は自身の番組でこのマドン監督の解任論に真っ向から異を唱えました。その番組でローゼンタール記者は2021年のエンゼルスはここまで69勝70敗という成績だ、そしてエンゼルスのチーム防御率はアメリカンリーグでワースト3位になってしまっている、一方で2021年のメジャーリーグで大スターとなった大谷翔平を覚醒させたのは紛れもなくマドン監督の功績だ、マドン監督はまるで師匠のように難解な大谷のプレー時間を巧みに操打したんだ、もしエンゼルスの投手陣が盤石なものでトラウトやレンドーン、それからアップトンといった主力の選手たちが怪我をすることなく結果を出せていてこの成績だったらマドン監督は解任されてもおかしくはない。しかし2021年のマドン監督はエンゼルスの首脳陣から満足のいく支援を与えられていない状況だった。大谷と抑えのイグレシアスを除く投手陣の編成は本当にひどいものだった。苦しい状況から抜け出すための武器を渡されていないのに、たった2年で高額な年俸を払っているマドン監督をエンゼルスから追い出すのは非論理的なことだと伝えました。このように昨シーズンも一部からマドン監督の解任論が出たのですが、その時は大多数の意見とはならずマドン監督の続投を支持する声が圧倒的多数でした。しかしマドン監督とエンゼルスとの契約は今年が最終の年です。数々の苦難を乗り越えてきたマドン監督ですが、10連敗という窮地に陥っているエンゼルスを立て直して悲願のタイトルをもたらしプレーオフに進出されることができるのでしょうか。それとも再び巻き起こってきたマドン監督解任論に飲み込まれてエンゼルスの監督を解任されるのでしょうか。エンゼルスの首脳陣の判断に注目が集まっています。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。